どうもみこたぽたです。今日はマックの月見シリーズを全種類食べていこうと思います。イエーイ。なんか最近めっちゃアイドルの楽屋とかでも月見バーガーの話題めっちゃあったり、もうツイッターのタイムラインもなんか月見バーガーいっぱいあったりしたので、ちょっと人生で一回も月見バーガー食べたことないねんけど、食べてみたいなと思って月見系初めて食べたいと思います。じゃあ早速食べよう。まず商品紹介すると、一つ目は普通の月見バーガー、もう一つ目がチーズ月見で、もう一つが月見とろーり濃厚とろーり月見、あとは月見パイ。まず月見って何って思ってるんやけど、みぽは多分卵が入ってるだけやと思ってるねんけど、何かな。多分違いとしてはこれがシンプルな月見バーガーで、でチーズ月見がそれでチーズバーガーのチーズが入ってて、とろーり濃厚チーズはそのチーズプラスまた濃厚なチーズが入ってるっていう噂です。とりあえずじゃあ普通の月見バーガーから食べていきたいと思います。初めてマジで。あ、ベーコン入ってるんや。中身はこんな感じ。やばちゃ、お腹すきすぎてマジで手震えてんねん。アイライン何回もやり直した今日。卵とベーコンとハンバーグとなんかソース、食べてみたいと思います。何ソースやろ。いただきます。ソースやねんって。これ毎年トマトクリーミーソースなんかな。やばいな、美味しいな。めっちゃみんなが好きな理由分かってきた。じゃあ次はチーズ月見いきます。なんで卵がね、あ、入ってる入ってる。食べます。いただきます。うん、みぽめっちゃチーズ好きやからめっちゃ美味しい。ご威力。なんかソースが元からトマトクリーミーソースで、なんかまろやかやからめっちゃチーズと合います。おいしい。うん、濃厚とろり月見食べたいと思います。でもこのチーズのやつですでになんか濃厚っていうかまろやかすぎたから、違うわ全然。え、何？すごい。あ、なるほど。はい、こんな感じ中身。でも分かりやすいようにチーズの海って感じ。いただきます。食べます。美味しそうすぎる、やばい。いただきます。なんかハンバーガーをチーズフォンデュしたみたいな感じ。え、やばい、これめっちゃ美味しい。え、もう美味しい。やっぱダントツこれが好きやわ。めっちゃとろーりしてるし、なんかただのチーズじゃなくてちゃんと美味しい味がついた濃厚な、めっちゃめちゃ濃厚なチーズやから最強やわ。え、これちょっとレギュラーメニュー化してくれへん。びっくりやぽん、びっくりやぽんすぎた。じゃあ早速全部食べていきたいと思います。パイは後から食べるな、デザートやから。じゃあ食べていきます。うん、普通の月見バーガーも美味しい。ちなみにみぽがマクドでいつも頼む飲み物はクーです。なんか最近ずっと鼻炎カプセルの薬飲んでて、あれめっちゃ喉乾くから。一口あといただきます。うん、おいしい、おいしい。はい、月見バーガー食べ終わりました。はい。なんかお腹めっちゃ空いてる時にさ食べたらすぐお腹いっぱいになる現象ない？うん、うん、うん。てかさ、お月見ってさ9月なん？7月じゃなかったっけ？
うん、9月十五夜お月様何兆かかかかかかかみたいな、なんだっけ、今年のお月見は9月21日らしい。そうなんや。今回初めて流行りに乗れた気がする。なんか前もさ、マクドナルドでハワイナウめっちゃギリギリにあったし、月見バーガーは今日発売されて2日後に食べてる。流行りみんなライブ来たら教えてね、特典会で。リボちゃん今あれ流行ってるよって言って。リポがマクドで出してほしいのはなんかバーベキューソースみたいなのが入ってるなんかマックポークっていうハンバーガー、知ってるかな。マックポークめっちゃ好きやって、なんか安いのにめちゃめちゃ美味しくて、あれが復活してほしいっていうのと、あとはなんかすき焼きバーガーとか絶対美味しくない、すき焼き風のソース入っててみたいな、絶対美味しいな。はい、チーズバーガー完食。次はラスト、濃厚とろり月券。はい、続き食べます。これマジで美味しいな。チーズフォンデュめっちゃしたくなる。あ、これ3つコンプリートしたらハンバーガー制覇です。9時から食べ始めて今23時やねんけど。え、ってかこのパンさ黄色やねんけど、え、パンまでなんか卵漬けしてんのかな。今気づいたわ、ごめん。幸せやな、こんな美味しいものいっぱい食べれて。みっこさんはあと二口では食べれそう。いただきます。あ、最後の一口いきます。はい、濃厚とろりチーズ完食。じゃーん、完成。ということでこの3つを得たみぼたぼたさんには月見パイバが月見パイが贈呈されます。これはあんこと白玉が入ってるらしい。てかマクドのさパイのさ生地がめっちゃ好きなんよな。昔めっちゃアップルパイ食べてたマクドの。うん、いい懐かしいわ。じゃあ月見パイ最後にいただきます。なんかあんこもさ粒あんなんやろけど、粒あん感がそこまでないから、うん、おいしい。甘いも美味しいわ。うん、ASMR。 最後ということで食べ終わりました。なんとまあ2時間半とか3時間ぐらいかかりました。お腹に来ましたね。でもやっぱみっこの一番お気に入りはこちら、濃厚とろり月見。なんといっても月見パイはおもちさんご最高やった。発売されたばっかりやし、みんなも月見バーガー食べてね。じゃあ今日は最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。